な具合か教えてください。もう今実際自分もバッテリーと電極入ってるんですよ。でちょっとやっぱまだこの体勢入れたばっかりなんで、この体勢はちょっとできないんですよ、はい、でやっぱまだ痛いんですよね。ちょっと どこ 見れます。ここにバッテリーが入ってるんですよ。これ、はい、それは、何のために入れたかって言ったら、もうあの紛らわすためっていうか、痛みを紛らわすため、はあ、で今切ってます。切ってる、あ、今もう流してないで、流してないから痛い、はい、痛いですね、はい、あ、どうやって切るんですか。あ、もうリモコンで。あ、リモコンがあるんですね、はい、あ、なるほどなるほど、わかりました。ちょっと背中拝見していいですか、はい、うん、なるほどなるほど、はい。どの時に痛いですか。もうこう反るとですね。これ反ると痛い。もう反ると痛いです、うん、お辞儀も痛いんですよね。お辞儀も基本痛いですけど、あんまり今できないですね、うん、それは手術してるから。そうですね、ここを結局バッテリーと配線が入ってるんで、やっぱまだ丸々と線がずれる可能性があるってことで。ダメって言われてるとね、はい、分かりました。じゃあ横に倒すのどう。痛い。ここもここが痛いです。ここ、はい、腰は平気。腰は平気です。OK、反対はどう。反対もこことここです、ね、はい、OK、はい、ねじってねじる。痛い。ねじって後ろはどう。ねじって後ろ痛い、ね、やっぱ痛いこうして、これは平気、はい、ここから後ろ痛いで、ね、はい、わかりました。前ならないから万歳。はい、これ腰に痛みきません。いや、そんなに。もっと上げてて。来ない？大丈夫？来ないです。OK、下ろして。はい、上を見てみて。問題ない？腰は。はい。もっと上げて。痛くない？痛くないです。あ、OK。はい、仰向けでやりましょう。だいぶ背高いですね。いやいや、ちょっとずっと相撲してたんですよ。相撲だったんですね。それで、痛めた原因は相撲。もともと足首捻挫して、はい、それから腰をやって、もうそれから動けない。買ったんですよ、高校の時。高校の時、はい、今は何歳ですか。もう今46です。46、30年前です。30年前なんですね、はい、分かりました。で、手術したのは分離症でまずしました。それは16歳の時。いやいや、それは、2012年やったらもう9年前です。9年前、13、8年前ですね。分離、じゃあ、手術するぐらいだから分離、滑り症ですね。はい、あ、滑ってたんだ。はい、そして金具入れて固定してたんですけど、はい、もう1年経って取ったんですよ、はい、でそれ取っても全然痛みがもう増して治らなかったですね。なるほど。で、電極入れたのはいつですか。今月です。なんか先生にこの入れる前に見てもらいたかったんですよ。本当ですよね、はい、いやー、すごいな。ちょっと痛みがもうきつくてですね、この姿勢も痛い。もしかして。いや、そんな痛くないです。これ前田さん、でも親指の長さめっちゃ違うのね、もう指1センチ半以上違う、2センチぐらい違う。これ見える？はい、見える？見える？ね、だいぶ違うでしょ。なので、はい、これが痛いね。痛いですね。こっちは痛くないの。はい。そしてこっちの股関節は柔らかいでしょ。はい。で、こっちは硬いと思う。ほら、はい、前田さん、これ痛い。あ、痛い、はい、こっちは平気、はい、ね、でこれが痛い、はい、こっちは平気。こっちもでもですね、股関節こう前ずっとしびれがきて痛い時があるんですよね、歩くと。おうおう、これは今痛くないでしょ、そんなに。今こっちの方が痛いでしょ、はい、でこれが前は、これが痛い、あれでね、こっちは平気、はい、ね、でこれが痛いの、ね、これ、こっちは平気、はい、やらかいでしょ、はいはい、へその横はこっちが痛い、これ硬いの、こっちはやらかい、はい、溝落ちはこっちが痛い、こっちは大丈夫。はい、でこれが痛いんじゃないかな。ほら、こっちは平気。でこれが痛い。あ、硬い。あ、痛いです。こっちは平気。はい。うん、これ痛い。あ、痛いです。こっちは平気。ね、はい。お手でここ。お手でここ。うん、そう。左肘の手術してます。関節ネズミ？いや、普通の複雑骨折。複雑骨折？はい、左肘。痛みはないんですけど、これはもう中学の時です。複雑骨折、これを止めてたってことでしょ。はい。何やったんですか。これはちょっとアスレチックで落ちて、はあ、やんちゃですね。はい、あ、
ほら、こっちはついてるけど、こっち見てるでしょ。はい。ね、こういう左右差が結構なんだ。こっち、ここで来るとつくけど、はい、この状態ではもう左右差感じになります。こう。はい、肘を伸ばして。で、耳に寄せます。そうすると、一緒じゃないよね。ね、左右差があるでしょ。OK。はい。じゃ腰の方見ていきますよ。膝曲げて。これ痛い？腰、股関節。少し痛い。痛いね。はい、はい、こっち。どう？こっちも痛い。痛いです。はい。両膝曲げて。はい、お尻を動かす。痛い？これそうじゃないです。もっと上げていいね。痛いね。はい、OK。ちょっとでも重そうだね。はい。で、これ。痛い。痛いね。はい。はい、これは？痛い。痛いね。はい、これは？痛いです。一番痛い。はい。はい、これは？痛い。痛い。はい、こっち。少し痛い。痛いね。はい。はい。はい。えらいこっちゃ、前田さん。お相撲さんだから本当は痛み強いはずなんだけどね。はい。はい、息を吸って。はい、はい、はい、こう、ほら、次の、どう？ね。さっきと一緒でしょ、はい、ほら、はい、肘を伸ばして、はい、肘伸ばして、肘を伸ばして、はい、耳に近づく、うん、ほら、そうだ、オッケー。さあ、そして肩が良くなったってことは股関節も良くなった。どう？やりかくない？少し、うん、少し痛いけど、はい、動き良くなったね、はい、こっち痛かった、はい、どう？少し痛い？オッケー、はい、両膝曲げて、はい、お尻を動かす、開けやすくない？はい、下ろして、はい、丸まります、うん、どう？あ、ま、少し、うん、はい、変化は？さっきより、さっきより、はい、はい、これは？はい、痛いで、こっちは？痛いです、痛い、はい、はい、こっち倒して、はい、反対は？さっきより、さっきよりでしょ？はい、はい、うん、いいですね、はい、息を吸って、はい、いいですね。はい、OK。はい、もう一回行きます。どう？どう？柔らかい。うん。はい、お尻上げる。上げやすい？はい、下ろして。はい、まるまる。どう？痛いですね。あ、これは？これまで痛いです。こっちは？痛いです。はい、はい、こっち倒して。はい、反対。うん。OK、うつ伏せいってみましょう。うわ、すごいな、この手術ね。これは分離症で、ね。はい。何番のあれだったんですか？3番、4番。3、4。あ、珍しいね、はい、うーん、だから足の外側がしびれてたんだね、はい、うん、OK、はい、息を吸って、はい、吐きます、はい、OK、はい、仰向けです、あ、じゃあお尻上げてみて、うん、はい、動きを下ろして、はい、はい、丸まる、はい、どう？どう？あ、まだ少し違和感あります、うん、まあまあ手術の後はね、違和感はあるんでしょうけどね、はい、ここはずつこれは柔らかくなってるの分かる？はい、はい、こっちはどう？さっきより、はい、倒して、柔らかくなってる、はい、あ、そこそこ、そこ痛い、はい、ここ自分で触って、はい、ここ、そこ痛い、まあ、押さえると、うん、少し痛いぐらいですか、ね、少し痛い、はい、立ってみて、はい、うん、いいね、いいね、はい、お辞儀してみて、まあまあ、無理なく、はい、
どうそこの痛み。右がそうじゃない。うん、はい、後ろ反ってみて。あ、さっきより痛い。うん、ちょっとひねって。ひねって、後ろ。OK、反対やった。あー、痛いです。ここ指一本で触って。こっちでもいいですか。うん、はい。右のここね。はい。OK、反対は。こっちこう前の方は、あ、ここの辺がいいですね。前？ここです。ここ痛いです。ここ？バッテリーが入ったところですか。バッテリー入ったところはそれしょうがないね、これね。で、こっちこっちやろ、こっち。ここが痛いね。それでね、はい、ここをね、こうすんだよ。ちょっと痛いんだけど。はい、これでやって。どう？痛くないでしょ、はい、つまり、こっから来てるの。よし、仰げになろう。はい、あ、うつ伏せいこう、うつ伏せ、はい。原因が分かればね、はい、痛み取れなかったから。力抜く。こうして、こう、はい、ひねって、そう。前のここどう？待ってさ、今、横。ああ、なくなったでしょ？はい。はい、これどう？大丈夫です。大丈夫でしょ、はい、だからね、あとは、その、固定されちゃってる部分があると思うので、動きにくいんだと思うんだよね。はい、だから、それは、固定しちゃってるものはしょうがないとして、もうちょっとだけこれ、あの背骨がね、少し動くようにしていこうと思うんで、うつ伏せになって、はい、いやー、相当苦労した腰痛でしたね。そうですね。ね、はい、楽にしてください。よし、OK。はい、立ってみて。これでチェックしてみよう。ねじって。うん。はい、どう？ねじって後ろ。うん。いい感じするでしょ？そう。あの、ほら。あの、手術してるから、後ろに反るのが怖いし、分離滑り症だから、後ろに反るのは禁忌でしょ？やっちゃダメよって言われるでしょ？だから、怖がってんだよね。はい。腹筋とか背筋とかしない方がいいんですか？ん？腹筋とか背筋をした方がいいんですか？背筋をしちゃダメって言われてない？ああ、それは聞いてない、ね、だって固定されてんだからさ、固定、要はあの動かないように固定してるんだったら、それを動かそうとすると結構あの問題が起こってくる可能性があるんで、はい、やった方がいいのは、あえて言えばこういう状態から、はい、僕立ってみて、この時の方が後ろ反ってるだけなんですよ。あ、はい、でしょ、はい、うん、で、要は1対1のバランスを整えるためにこっちはもう固定されちゃってるからもうこれ以上良くならないというのは、はい、まあ、しょうがないじゃない、はい、固定されてるんだから、はい、ね、なんだけど、こっちが弱すぎるとどんどんこの固定されてる側に引っ張られちゃってポトコが縮んじゃって、はい、ただでさえ縮んでるのに後ろ反ったらやっぱり痛いよね、はい、そう、それとか縮んでるわけだからこっちには絶対お辞儀できないね、縮んでる分、はいはいはい、っていうことなんですよ。そのためには今のエクササイズをする、絞って大丈夫です、はい、はい、大丈夫ですね、はい、はいはいはい、すみません、ありがとうございます。あの、良くなるのが見えました、少し、はい、分かりました、ちょっとやってみます、やってみてください、はい、はい、僕の予想では大丈夫です、はいはい。